ペタレは、ベネズエラのカラカスにある区で、ミランダ州スクレ市の市長所在地である。スペイン植民地時代に、ブエンヘッスでペタレという名の町として作られた。後に、スクレ軍のペタレ市となり、さらに、スクレ市のペタレ区になった。ペタレ中心部の街路歴史的変遷により、ペタレが指す範囲は、公共にようにわたる。狭い意味でのペタレは、カウリマレ川がグアイレ川に交流するところにある。 高台の一地区で、町の発祥の地である。スクレ広場を中心に、広場に面して、市役所と教会があり、古い町並みが残る。ペタレクはそれより広く、カラカス市街の東部をなす。西には、レオンシオ・マルティネスクとカンブリ、沢、グアイレ川で接する。西南には、バルタ市とエルカフェタル大通りで接し、南には、エルアキジョ市とラグアイレタ沢とグアイレ川で接する。 北には、コスタ山脈を隔てて、バルガス州、バルガス市に接する。区の大部分は、カラカス盆地の東端部とその沿辺の丘陵地にあたり、どちらも住宅地になっている。北部は高くそびえるワビラ山で、その自然は、エルアビラ国立公園として保護されている。西から東にグワイレ川が流れきて、戦術の競技のペタレを過ぎてから南に向きを変える。盆地を過ぎて、 山合いを流れる具合で川は川のそばまで建てられた住宅にしばしば水害をもたらす。合併前のペタレ市は現在のスクレ市からレオンシオ・マルティネスクを除いた広い地域だったが現在この範囲をペタレということはほとんどない。スペイン人の侵攻以前からペタレにはインディオの町があった。町の公式の設立日は1620年2月17日で はじめヘスス村として創設され、後にブエンヘッスでペタレと改称した。19世紀まではカラカス東高の独立した町だったが、20世紀後半にカラカスの郊外都市として発展し、やがて拡大するカラカス市街の中に飲み込まれた。カラカスの東端にあるので、カラカスから東に向かう自動車道は皆ペタレ区を通過する。カラカス盆地を東西に走る。 フランシスコ・ファハルド自動車道は、ペタレまで東に伸びて、盆地の端に達し、北に向きを変えて、アビラ山のふもとに達する。盆地の北の端に沿って東西に走るボジャカ通りという、自動車道とそのふもとで合流する。この合流点付近が、カラカス市街の北東端にあたり、そこからさらに東には、ロムロベタンクール自動車道が伸びて、グアレナス、グアティレ、 サンタルシアといった東の町に連絡する。一般道としては、カラカス東部で最も重要な大通りである、フランシスコ・デ・ミランダ通りが、競技のペタレの高台の東を終点とする。西から入るカラカス地下鉄1号線に、ラカリフォルニア駅、ペタレ駅、パロベルデ駅がある。パロベルデは1号線の東の終点である。サンタマリア大学とメトロポリタナ大学の2つの、大学がある。 ありがとうございます。